寮生と通生の違いということで、新年度、始まるシーズンですので新入生に向けてお話ししていきたいと思います。通生と寮生ね、どんな違いがあるのか、いろんなテーマで、その違いを見ていきたいと思いました。少しだけ宣伝挟ませてください。来年度向けのね、受験生向けのメールマガジン始める予定です。ぜひとも概要欄コメント欄からご登録をよろしくお願いします。有利な攻略情報をたくさん発信する予定です。他にもこちらの編入系のね、再生リストも作ってますので、チャンネルページの編入リストですね、再生リストからぜひともご覧ください。他にも各種講習、あと締め切り10日ほどになっておりますね。ぜひともお忘れなくお申し込みください。皆さんのチャレンジお待ちしております。この動画は高専受験のための学習塾 PDCA スクールと高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたします。それでは今回のテーマはですね、寮生と通生の違いとは何ぞやということで、新入生を主にターゲットとしてお伝えしていきたいと思います。入る前ね、不安ですよね、この2つの違いをね、実際に僕経験5年間してますから。あと他にも、在校生とか今現在進行形で在学している人たちの意見もちょっと聞きながらね、ちょっとまとめてみましたので一緒に確認していきましょう。それじゃあまず最初のテーマがこちらです。通学、通生と寮生で何が違うのでしょうか。それでは通生の方見ていきましょう。通生の通学、大体こんな感じだと思います。自転車とか公共交通機関を使って、本当に高専の周りのね、近場に住んでる人は、運がいい人はね、10分ぐらいで着くでしょう。で、長い人はね、1時間半2時間ぐらいかけて通う人も中にはいますね。いや本当にご苦労様って感じですよね。すごく遠いけど寮に入らずに通う人も中にはいらっしゃいます。それでは寮生はどうでしょうか。こちら、はい、徒歩でね、2、3分ぐらいだと思います。いや本当にね、敷地内に寮がありますからね、ここすごくアドバンテージなんじゃないでしょうか。だからこういったことの事実からね、例えば夜更かしとかしてもね、全然朝対応できたりすると思います。だってギリギリに出ても学校間に合いますからね、寮生の強みとも言えるんではないでしょうか。僕がね、この高専に在学してる時もね、寮生の友達がね、いや俺ね、さっき10分前に起きたぜ、でギリギリ間に合ったんだぜみたいな感じでね、僕にすごく自慢してくる友達がいましたね。いや羨ましいなというふうに思いました。通生の方はね、そこのところ潰しが効きませんよね。寝坊したら終わりなのでね、はい、逆にそれでね、なんて言うんでしょう、甘えないというか、きちんと早く寝なきゃなっていう抑止力にもなるから、どっちもどっちかなというふうに思います。それでは次行きましょう。次のテーマはこちら、課題ですね。何が違うんでしょうか。じゃあ通生の方から。そう、課題っていうのはね、宿題のことです。宿題でわからないことがあったら、実際にね、家にね、友達とかを呼んでるわけじゃないので、LINE で聞いたりとか放課後使って友達に聞いたりすることになるでしょうね。でその点寮生はですね、やっぱり同じ寮のね、建物の中に同じ学科の先輩とかで、一個上の先輩だったら去年同じ課題こなしたりしてますから、そのまま聞けるわけですよね。ここのところはちょっと寮生の方にアドバンテージがあるのかなというふうには言いますが、もちろん同級生、同じ階とかにいると思います。同級生、先輩に課題ね、たくさん聞けますよね、はい、そういったところでね、ちょっとした違いもあるのかなというふうには思いました。それでは次のテーマ、ご飯ですね。ご飯ちょっと気になります。通生はね、お母さんとか保護者さんとか育ての親とかがね、作ってくれると思います。こんな感じでね、ありがたいことですよ本当に、ご飯がね、作ってもらってそのまま出てくるってことはね、ありがたいことです。じゃあ寮生はどうなのかっていうと、もちろんね、業者の方が美味しいね、ご飯を作ってくれると思いますけど、僕個人的に思ってることがですね、これ体育会系の部活入ってる育ち盛りの高専生からしたら、ちょっと少ないんじゃないかなって思う時があるんですよね。これちょっと見てください。これ夕飯なんですけどね、晩ご飯なんですけど、もうちょっと欲しいなって思う方いません？文化部とか、そもそも小食の方とかはちょうどいいかもしれない、むしろ多いっていう人もいるかもしれないんですけど、ねえ、がっつり体育会系でバリバリ運動してますって人からしたら、ちょっと足りないのかな。お菓子とか間食も事前にコンビニとかで用意しないといけないっていうのは聞いたことがありますね。はい、じゃあ次のテーマはこちら、部活ですね。部活、どういうことかっていうと、長期休業です。長期休業、春休みとか夏休みどうするんですかって話ですよね。通生はね、通常通りですね、部活の運営のスケジュール通りに、朝とかね、午前中来て、練習したり活動すると思うんですけど、寮生は帰省してますからね、なかなかね、この長期休暇中ね、高専に部活通うっていうのはなかなか難しいようですね。これはですね、やっぱり帰省先で自分で自主練したりとか、通ってた中学校にね、ちょっと練習混ざらせてもらうとか、そういったことで対処するっていう風に聞きますね。よく聞きます。耳に挟みます。ここちょっと違いですかね、ポイントとしては。じゃあ次行きましょう。門限ですね。門限は通生は家庭ごとにそれぞれ決まってると思います。よっぽど親御さんがね、なんか家のルールとか決めてない限り、連絡入れて、10時とか11時ぐらいまではね、ちょっとほっつき歩いてても怒られないんじゃないでしょうか。連絡入れとけばね。で、その家庭でね、うちは9時までですとか8時半までですって決めてるところは、ご家庭のルールを守ることになると思うんですけど、寮生ですよね。だいたい寮則を見ると9時から10時っていう風になってると思います。男女でね、ちょっと時間が違ったりもするらしいですけど、ちょっと決められてるということで、アルバイトとかする予定の人ね、はちょっと注意かなという風に思います。はい、ということで次のテーマ見ていきましょう。次のテーマは人脈ですね。こちらのテーマがちょっと最後になりしたいなと思うんですけど、人脈どういうことかっていうと、通生の場合ってこういうことが起こると思うんです。部活とかイベントと
か他のね課外活動をね取り組んでない場合、上下のつながり、後輩とか先輩とのつながりができにくいと思うんですよね。そう、通世でも僕はね勉強に打ち込むとか、他のコミュニティに属してねちょっとなんか青春を過ごそうかなと思ってる人、部活には入りませんって思ってる人、これね先輩とか後輩のつながりがちょっとできにくいのかなっていうのがちょっとデメリットかなって個人的に思うんですよね。で、対して寮生はもう寮自体が一つのコミュニティなんで、それはね、まあ、寮で過ごしてれば部活生じゃなくても、たとえ部活に属してなくても上下のつながりが自然と出てくると思うんですよね。はい、そこでねちょっと通世と寮生の違いがあるのかなっていうふうに個人的に思いました。どうだったでしょうか皆さんね。他にもまだまだね違いがあると思うんですけど、ざーっとね10分ぐらいで確認できる内容としては、まあ、通学長さ全然違いますよ。あと課題ね、すぐ聞ける環境かどうか。でご飯はちょっとね、体育会系の人はちょっと足りないんじゃないか、寮生の人は注意してください。しっかりねカロリーとかタンパク質取らないとね体大きくなりませんから。あと他に部活だったら長期休暇の時ね、あのがっつりみんなと練習したいのにと思ってる人は寮生注意ですね。で門限ですね、設けられてるか家庭ごとか、そして人脈ですね、部活してないとちょっと厳しいんじゃないかっていうのが寮生じゃなくて通生に対して思うことですね。まあ、他にも何があるかって言ったらあれですかね、この費用ですかね、寮費がかかるかかからないかとか、あと他にもねこういう違いがあるよねっていう風にあの気づいた方ね、コメント欄とかあの僕には直接でもいいのでね、何か教えてもらえると続編だったり第2弾として紹介していきたいと思います。はい、それではこの後は、広報というかね宣伝を挟んで終わりたいと思います。それではここで一旦動画の方は形式としては終わらせていただきます。それでは締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。もうですね、来年度高専受験見据えている方が出てきてますね。実際に高専機構でも来年度の日程発表していました。もう始まってるんですね、そういった告知が。で、今回ですね、KPC では、令和5年度受験生向けの高専に行きたいというね、もうすでにメラメラと燃えてらっしゃる方の、方のために、E メールマガジンっていうのを始めようと思います。これはですね、これまでたくさん動画を投稿してきている中で、まあ、どの動画見ていいかわかりませんよってなっちゃうと思うので、それをね、皆さんにとっておきの、まあ、動画はこれですよっていうふうに紹介できたらいいなと思って始めようと思っています。他にもテキスト媒体のメディアとかもね、を通じて発信しようと思ってます。途中から登録なさってもアーカイブが見れるようにしようと思うので、ぜひとも概要欄コメント欄からお申し込みをお待ちしております。無料なのでね気軽にお申し込みください。皆さんの高専受験をね、強力にサポートしたいと思っております。あとですね、皆さん在校生の方も身近に高専受験目指してますっていう方がいらっしゃれば、これ紹介していただけると助かりますね。皆さんの、あのご知り合いの方もねしっかりサポートしたいと思っているので、ぜひともお取り次ぎのほどよろしくお願いします。はい、で次がですねこちらの講習になりますね。線形代数、微分、積分、それぞれ5000円でもう受講者数が100人いきましたかね。これちょっと前のスクリーンショットなんですけど、受講生が100人超えました。ありがとうございます。こちらですね、どういう内容かっていうと、もう端的に線形代数と微分積分1の教科書の内容を全部終わらせましょうという内容になってます。復習にも総復習にも総予習にも使えるのでとてもおすすめですね。まあ、ライバルがいたとして、くそあいつにめちゃくちゃ差をつけてやりたいなと思ってる人、めちゃくちゃおすすめです。圧倒的に差をつけることができます。これはねクオリティにあのめちゃくちゃ自信がありますね。高専のこの内容を順番通りに塾講師、予備講師のクオリティで解説しているっていうコンテンツはないと思うので、ぜひともお買い求めください。チャレンジをお待ちしております。次がこちらですね。これはもう328人も受けてくれてます。ありがとうございます。新入生向けの予習講座になってますね。これの赤ちゃんのハイハイレースのイラストをねつけてますけど、まあ、こちらのフライングしている赤ちゃんを想像してください。皆さん4月の時点で周りのライバルと比べてこのぐらい先に進んでいるっていうのをこのコンテンツは実現することができます。これもですね塾のクオリティで、実際に僕が高専生として5年間過ごした上で、ここちょっとつまずきやすいよねとかで、ちゃんと高専の教科書にのっとってカリキュラムを組んで動画でねたくさん授業しまくっているコンテンツなので、かなりおすすめです。まだまだ春休み2週間以上ありますので、まだまだね、ちょっと暇だなとか、もうちょっと時間を有効活用したいなと思われている方、こちらのコンテンツでライバルとしっかり差をつけて4月高専生活スタートしてみてください。それではお次です。こちら在校生向けのコンテンツですね。こちらは英文法と英長文をがっつりと大学受験を目指している高校生ばりに高専生にお届けするといったスタンスです。こちらもですねなるべく暗記させない、暗記が嫌いな人多いと思うんですけど、理系である高専生向けにがっちりとロジカルに楽しく英文法を楽しく授業しているコンテンツになりますので、ちょっとねクラスの中でも1人か2人いると思うんですよ、英語強強な同級生。その1人になりたい方任せてください。絶対に保証できます。頑張って取り組んで演習もしてくださったら、この絵のような、実情というかね、あのシチュエーションをお届けできますので、ぜひとも頼ってください。英語で悩まれている方、自分でやるのにはちょっとね非効率かなって思われている方、ぜひともお買い求めください。お待ちしています。他にもこちらですね、高専数学の教科書ガイドということで、略解しかない、こちらのね答えのページを見ると略解しかありません。で、自分で勉強するには少し骨が折れそうだと思っている方、しっかりと PDF ファイルで全ての問題の解説をテキストでご用意しております。こちらかなり分かりやすく、カラフルに、そして塾講師とか、あと他に実際に高専生のお兄さんお姉さんが皆さんのためを思って、自分が苦労したね経験をもとに、皆さんを救うために作ってくれた、コンテンツになっております。ぜひとも4月5月と授業が始まって、あれこれちょっと雲行き怪しいなとなったら、ぜひともお買い求めください。皆さんのチャレンジお待ちしております。
PDCA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.